めちゃまぶやんけ。いただきます。いただきます。うわすごいね、バター。すごいバターも美味しい。マジ？うん、これネギ、これだった。私、山ぶどう。めっちゃ美味しい。やばこれ、やばくない？美味しい。おいしすぎる。めっちゃいい しょっぱさ。それな、程よいよね。バターすごいね、これ手作りみたいな感じかな。普通のじゃなくない？うん、これやばいぞ。おいしい。うーん、ベーコンどう？おいしい。ナイスシューな。ね、調べてよかった。ジャガバターって調べてよ。うん、美瑛町ジャガバターで調べたり、美瑛センターってところ。ナイス。マジで食べに来てください。過去一、過去一のじゃがバターです。本当に美味しかった。じゃあデザートいきます。こちらピュアホワイトです。どうやって商品紹介？ピュアホワイトプリンです。トウモロコシのプリンです。いただきます。いただきます。うん、めっちゃトウモロコシ。うん、来ました。いただきます。ふわふわだ、すごい滑らか。うん、トウモロコシ、やばい。いただきます。めっちゃ美味しい。うん、え、いや、コーンポタージュみたい、うんうん、冷たいコーンポタージュみたい。ちゃんとトウモロコシもらってくる。待ってくる。シエナちゃんからの案は終わりました。なんかジャガバターのバターをさ、これぐらいのとこからこうやって作ってるの、だから多分自家製だ、あれは。そりゃ美味しいよ。これは季節限定だった。ふーん、そうなんだ。次はまたなんか違うのなのかな。かぼちゃとかかな。うん、めっかにとろとろ美味しい。すごい、かわいい。どうなの？アルセアさんの？めっちゃ紫なんだけど。記載の丘に来ました。マスター、急遽。すごい綺麗。うわすごい。すごい広いね。わかる、通してやったら本当素晴らしいよね。うん、アルパカ牧場入場します。名前わかってんのかな。はい、トム？めっちゃ見てる。一番右の子がいいね。うん、そしや。行ってきます。行ってらっしゃい。ラベンダーちゃん。いらないんじゃん、それ。違うやつにしてみたら。ショック。めっちゃされたわ。ラベンダーじゃなかったとか。この子欲しそうだよ、ショコラ。怖い怖い、この子怖い。白白、うん、あ、意外と女らしいね。かわいいね。かわいい。この子ならこれ食べてくれるかな。ちょっとあげてみる。食べてくれた。食べてくれた。かわいい。あげてみる。え、黒もいるんだ、アルパカって。どうしようかな。何を隠してるんですか。アリサです。どうしよう。
チョコだ？違う？あ、ホワイト、ケイトじゃない？食べた？あ、落とした。え、あ、食べた。もはもはするくない？かわいい。初アルパカ母親、お父さん不明じゃん。お父さんどっちか分かんないらしい。すごい。クリスちょっと子供作りすぎじゃない？お前好き嫌いはあるのな。この子は何ちゃんだ？おーい、おいおい、ココア、おいおい、君名前なんて、あ、じゃじゃーん、かわいい。食べてくれた。あげます。あげて。それなら、それならいらんわ。あ、来た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 。かわいい。食べる前にコクってつまんの。ドリンク。美味しい？美味しいかい？シャーリー？シャーリー。推し活だ。推し活です。かわいい。かわいいね。めっちゃカメラ目線してくれるやん。リッキー。ふわふわ、すごい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 、す
すごいなんか機械みたいなのがめっちゃあんねん。バター好きですか。いただきます。いただきます。濃厚すごいね。何これ、なんかチーズっぽい味する。うん、確かにする。めっちゃ美味しい。なんかラクレットコーストっていうのがあって、食べようと思ったら売り切れでした。人気だねあれ。のせちゃおう。そうですね、絶対美味しいこれ。うわうん、ね、ここで食べるのがいいよね。ね、すごい。リエホウボウラク農場全部入ってるわ。農場だから農場ってなんだ、いるのかな。普通だし全部味違くない。まあそんな食べないけど違う、ね、だいたいさ同じ味するじゃん、なんか、うん、そこそこでちゃんと作ってるって証拠だよね。クマソフトも、あ、一番泣き声した。もうラベンダーソフトもすっきりして美味しかったよね、うん、なんか木状って感じ、うん、めっちゃ晴れとるやない在留が曇りの予報だったんですけど、私晴れ女すぎて晴れちゃいました。今のところ全部晴れてるもんね。おいしい、おいしかった。今は丘に登ろうと思います。なんか今日本語大丈夫だった今は丘に登ろうと思います今は今はほんと、違う、こういうことしかしてない車山の時も。ちょのホテルに向かっております。やっぱホテルに向かいます。また3時間ぐらいですね。よろしくお願いします。いいのじゃ
預かります。預けました。超天気、明日も晴れくなるね。え、おたらどうなんだろうね。いや、北海道北海道ほんといっぱい遊ぶとこあって、好きなね、増えてくる、次から次へ。そうなの。今日なんかもね、たまたま見つけたところが何個かあったし、本当に全部忘れつけそうかも。絶対行くな。1ヶ月以上かかるな。うん、全然曲がんない、車が。あー、確かに、マジでずっとまっすぐ道なりみたいな。可愛いのでルームツアーをしたいと思います。お願いします。206号室です。ちょっとなんで、でもさ、合ってるよね。あ、来た、あ、来た。いや、すごめん。はい、失礼します。オープン。リリリリン、うわーい。ちょっと1個ずつ行こう。まずはこちら、おついにです。どうぞ。あ、開いちゃってる。そして次、こちらです。お風呂です。ありがとうございます。かわいい。かわいいね。そしてこちら、今日の阿部さん乗馬での着られた乗馬専用の乗馬専用のジャケットですね。そしてこちら、もう電気ないのかな。電気これだけなのか。ででーん、お部屋です。かわいい。めっちゃコンパクトサイズ。天井の高さですね。ね、伝わるのかな、これ。おお。伝わります。伝わります。何それ、外、外。へえ、かわいい。窓もかわいい。とてもカワカワなお風呂、お風呂じゃない、お部屋です。あ、ね、ライト、あ、明るくなった。これはパジャマです。ね、フロントでもらってきた。なんでマスクしたの。マスクしたの。別に。こちら、だからいいじゃん。ケトルもとてもカワです。なんか箱が出すんじゃん。もう消化するとこないかな。お水ある。水あるかな。前なかったもんね。ね、あ、ある。え、なんか入ってるよ。何入ってるやつかな。お水あります。ケーキじゃん。ね、何のケーキ？わかんない。開けてみて。開けてみて。お金取られないかな。大丈夫じゃん。それ用のお皿じゃない？ん？それ用のお皿？あー、え、ルームサービスにケーキついてるの、ここって。すごい。洋風すぎね。だとしたらとても洋風な。すごい。え、外国ってそんな感じなのかな。ではこちら、洋風デザインなのでケーキのお父さん、あれです。あれです。出ました。でれー。すごい。え、おめでとう。え、すごいんだけど。言われなかったからね。いやいや、え、おめでとう。うん、そうです。しゅうちゃんからのこんなもの。すごい。すごいでしょ。びっくり。あ、だからこれ。そう、もう焦ったよね。とりあえず、お、もう置いてあると思って。ケーキは冷蔵庫にお願いしますっていう風に言っといて、すごい。アニバーサリーとか書いてあると思ってめっちゃ焦ってた。内心、あ、待って、私たちが泊まったことに対してのアニバーサリーじゃないの。違う、アニバーサリープランみたいなので。そうなんですよ。ありがとうございます。いやいや、嬉しい。で、おめでとう。わーい。開けていい？もちろん。わーい、わーい。開けてみてください。いただいちゃいました。気に入るかな。気に入るよ、しゅーちゃんが選んでくれたの。重さはとても重い。重っ。マジで重い。選んだの、失礼します。開けてみてください。
でも好きだと思うんだよね。何？全くわかんない。白だ。そう、白。いいの？めっちゃいいよ。でしょ？うん。それが結構最大ポイント。匂いが最大ポイント。結構出へん。そんなパンパンなんだ。じゃあこんなにパンパンです。本当だ。え、じゃあこれ。あ、別に外国風のじゃない、じゃない。初めて外国風のとこ泊まったから本当にいいと思ってたんだけど。よかった、騙されてよかった。え、すごい。何じゃん。バスソルト。そう。すごい。匂い嗅いで、匂い。開けて。うん。白木。開けます。ここいるかな。いらん。めっちゃいい匂い。ちょっとそのままだときつくない？え？そのままだとちょっときついかもだけど。え、でもめっちゃいい匂い。好きだよね。絶対。好き。よかった。ありがとうございます。おめでとう。ご飯食べたら食べようね。絶対安らぐよ、お風呂。安らぎまくりだ。もう癒して、疲れを。うん、ありがとう。ワインかな、これ。これも、そうなんだよね。大きくね、これ全部こんな飲まんよね。それもついてたから。脂肪じゃん、うちら。もう疲れてるっていうのに。じゃあ、ちょっちょっとご飯食べに行って、これ食べてお祝いしましょう。おめでとう。ありがとう。ダイヤ出た。はい、ということで、今から夜ご飯を食べに行きまーす。まだ店は決まってません。ね、適当に歩いて見つけたお店に入ろうという作戦。作られたんだね。ホテルはとても綺麗でした。ね、可愛かった、うん、これも風鈴が有名なの。ほんとな、運河っぽい。何これ、何が飛んでる、何が飛んでる、ガ、やばい、でかすぎない、無理なんだが、でっこすごい、ここが渡る運河じゃん。わ、めっちゃいい。伝わらんな。
ではケーキ入刀をします。これ切っていい、取っていい、取れる、さっき取れなかった。おっ、うまっ、ハッピーロード。えー、すごい、うわ、すごい、断面。おお、すごいね、これ。何味ね、向こうの。いただきます。いただきます。おめでとう、ありがとう、バイバイ。あ、いや、いいんだった、めっちゃいい匂い、いい匂いじゃない、いい音だった。あ、飲みやすいですね。うん、飲みやすい、おいしい、めっちゃチョコ合いそう。うん、いただきます。食べよう、いただきます。プルプル、ちなみに、うん、すごい。うん、美味しい。ムースめっちゃ美味しい。うん、幸せ。なんかコーヒーみたいなやつだよね。確かに全然甘くないじゃん。うん、すっきり、うん、最高、美味しい、美味しいです。幸せです、ありがとうございます。おめでとうございます。いいな、22歳。言うて23歳になったばっかりじゃん。でも22から23ってでっかくない？でかい。だよね。うん。それはめっちゃ。上の人たちに話してもさ、マジでそんなん何も変わんないみたいな。うん。それはそうでしょ。全然違うよね、22と23。うん、だからしたら違うよ。うん。21と22は違うのかな、あの。うん。確かに。同意見ですね。うん、ま。頑張りましょうよ。はい。頑張りましょう。頑張りすぎず頑張ろう。名言だね。でしょ、ありがとう。ということで、おやすみなさい。もう眠たいもんね、うちは。ぶっちぎれないよね。マジで、車の中ずっと2人でこうやってボーって歌いながら行って、マジで10回ぐらい同じこと被ったよね。うん、同じタイミングで同じ言葉を発すっていう。本当にすごいんだよね。しかも全然関係ない言葉で同じタイミングだったし、ね、怖すぎ、マジで怖い。おやすみなさい。では2日目以上です。明日最終日だから楽しもうね。うん、なんだか帰りたくない。朝から飼育薬に行くので、早めに、また早起きです。おやすみ、おめでとう、ありがとう。朝ごはんをもらいました。うわー、すごい。ジャムとバターのレシピ、うん、よいしょ、いただきます。めっちゃ元気よくあります。おいしそう。北海道のバター取り込んだんだけど。美味しそう。うん、うん、うん、スコーンだ。うん、美味しい。水分がパッサパサ持って帰っちゃう、口の中の。え、マジで晴れてきた。さすが晴れ女、寂しいな。どうも晴れ女です。パパが名前そしたら。皆さんこんにちは、晴れ女、寂しいなです。どうぞ。晴れ女だけ、晴れ女だけ、うん、もう晴れ女です。でもシュナなんて名前ちょっと嫌なんだよ。なんで星タンでうまくないのって。でもシュナタンが本名だと思う人たまにいるから。いないよ、さすがに。そう、シュナはいるけど、シュナタンはシュナなんですよ、実は。でも知らない人いると思う。ほんと、うん、だって別に言わんじゃん、シュナですって。あ、ほんか。いや、シュナタンの次何ですか。シュナ、あ、もうシュナ、とりあえずシュナタンはちょっともう卒業したい。え、でもさ、もしさ、これが20代後半とかまでやってるとしてさ、シュナタンってきつくね。見てる側からしたら全然シュナタンも似てる。シュナタンだよ。解明の時期を今に計らってこっそりと。でもいつかは変えたい。シュナタンのままでいいですって言ってたら、そう言ってくれる人も多分いると思うけど、うん、自分はいつかはなれるから、みんな変化は嫌だ。いつかはみんな忘れるんだって。でもさ、話しかけられる時にも、うちらも死んだら忘れるの。え、やだ、いつか歴史に名を残したくね。でもシエナでもさ、もう結構インパクトあるからさ、分かりそうだけどね。分かりそう。なんかさ、例えばさ、めっちゃ普通の名前だったらさ、なんかあんまり印象に残んないじゃん。うん。でもシュナタンとかさ、シエナだったら残りそうだな。なんか悲しいね、でもシュナタンじゃなくなっちゃう。解明式開かないと。今日はシーカヤックに行きます。ます。青の洞窟だっけ？うん。青の洞窟だっけ？なんか綺麗なところに行くやつです。見えるかな、奥。でも2人っぽいね。ねえ、ごまん、よろしくね。任せろ、私苦手だからそういうの。
では朝ごはん食べていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。さっき撮ったか。今はシーカヤックの待ち合わせ場所に向かっております。青です。青です。お願いします。楽しみすぎるね。自分たちでここに来るので頑張ります。頑張ります。えいえい。あでは行ってきます。最終日スタート。民族やシュチどうですか。私たちの17年間の集大成をお願いします。頑張りましょう。どうですか。めっちゃ楽しみです。やばいですね。手が死ぬ。しゅちゃん動画すごい。もう青いよね。あ、めっちゃ綺麗。すごい。気持ちいい。最高です。どうですか。うちらめっちゃうまいです。楽しい。はい。はい、じゃあ皆さんこれから。左、右、左。かなこ、かなこ。すごいね。もうすぐ青くなってる。かな。水透き通ったのよ。ね。綺麗。いよいよ青の洞窟間近です。かな。青の洞窟すごい。行く？動画です。動画です。青の洞窟めっちゃ綺麗だった。ねえ、すごい。イエーイ。見えるかな？そう、見えないんだよね。シーナさん。はい。どうですか？最高ですね。気持ちいいよね。マジめっちゃ息合ってるくね。うまい。うん。さすが。さすが、さすがって今かなこも言ったんだけど。さあ。出る前に言ったのにさ。うん。言ってたよね。さあ岸に着くのが先か、シューナのトイレが先か。勝負です。あ、すごい手振ってくれてる。終わりました。体験してきました。シーカヤックめっちゃ楽しかった。うん、めっちゃ綺麗ね。すっごい綺麗で、しかもなんか今日安定してたらしくて、気温とか気候か、晴れたしね、うん、ずっと曇りだったのに。そうだからすっごい良かった。しかも何よりチームワーク最高です。マジでうまかったくね。もうやばかったよね、うちら。もう常に戦闘みたいな。常に戦闘行こうって思ってないのに。そう思ってないんだけど、こけ始めたら、まあ多分せっかちっていうのもあった2人とも。うん、ある。だからもういち早くもうこいで、写真も全部一番だったしね。それは楽しかった。楽しかったです。でスポーツの後はラーメンでしょということで、
今は北海道の有名な味噌ラーメンを食べに行こうと思っております。行きます。小樽の方へ向かいます。ゴーゴーゴー。ミルクティーでーす。ミルクティーだ。ミルクでーす。美味しすぎる。お湯が何ヶ月目。ミルクも濃厚じゃない。本当だ。うん、すごい。美味しい。うん。うん。まもなく左方向です。濃厚。めっちゃ美味しいね。うん。いや、お客さん来るわ。ミルクティーやば。いろいろ美味しそうだったな。あれ、コーヒーも気になった。コーヒー牛乳コーヒーのだった。うん、マジ。コーヒー、ミルクティーの横にあったよ。おいしい。めっうーん、うーん、1位だな、アイス部門。アイス部門1位ですか。この信号を左です。クマソフトよりあれのが好きだった。好きだって言ったら。ごめんごめん。大丈夫。うん、大丈夫。行っちゃうよ。うわジンギスカンってこんな美味しなかったっけ。美味しい。ごめんね。いいよ、はい、ということでめちゃめちゃバタバタな最後でしたが、無事にそう飛行機にね、間に合うかも嫌ないか不安で不安で、ジンギスカンのお店滞在時間20分ぐらいだったんですけどなんとか間に合いそうです。間に合いそうです。ありがとう。全然よかった。そう、帰るところもバラバラなので、時間も現地集合、現地解散なのでバラバラなので、私が早めなんですよ。なので北海道
海道 Vlog は以上でございます。ありがとう。ありがとう。マジで。また行こうね。めっちゃ楽しかった。おばあちゃんになっても。行こうね。行こうね、旅行。行こう。ということで、3日間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。Thank you.